今日はですね、うちの事務所と同じビルに入っているレストランに行きました。なので全く歩いてる時間がないので動画は短く早口になります。メニューはこんな感じ、ちょっと高めなんですけど、とてもおしゃれなお店です。レモンティーを頼みました。あとですね、バーベキューのベビーポークっていうんですかね、とても美味しかったです。いやこれでもね、ほんと食べるのにですね、フォークとナイフで頑張って食べてたんですけど、こう一生懸命ね、こう切れるところ探して一生懸命やったんですけど、結局ね、最後の方は手で食べさせていただきました。なのでもうちょっとカメラ触れない状態になったので撮影止めちゃったんですが、いや超美味しかったです。ぜひうちの事務所でミーティングの後に一緒にお昼をここで食べてみるっていうのも面白いかと思います。もしよろしければ来てください。ではごちそうさまでした。またお会いしましょう。